ティモシー・レナード・スポール、OBE はイギリスの俳優。性格俳優として知られるスポールは1957年にロンドンで生まれる。父親は郵便配達員で母親は利用士だった。4人兄弟の3番目。役者を目指してイギリスのナショナルユース・シアターと王立演劇学校で演技を学ぶ。1970年代の終わりから ロイヤル・シェイクスピア・カンパニーに2年ほど在籍し、数々の舞台に立った。その後、テレビや映画に出始め、1996年、マイク・リーの秘密と嘘に出演、国際的にも知られるようになった。多くの賞にノミネートされており、マイク・リー監督の人生は、時々晴れでは、ネクラナ一家の大黒柱、ダニー・ボイル監督の バキューミングではどこか影のある冷血な掃除機、セールスマン、レモニー、スニケットの世にも不幸せな物語では、人情のある銀行家などなど、その幅広い役を演じる。1999年12月に大英帝国勲章を授与された。バニラスカイあたりから徐々に、ハリウッド映画への出演も増え始め、日本では、渡辺県、小山田誠や真田広之、小雪、 中村七之助などの日本人俳優との共演を果たした大ヒット作、ラストサムライで知名度が上がった。なお、同作品では京都ロケにも参加し、劇中では日本語も披露している。時代物の,の作品に出演するときは、その時代の作法や風習を細かく考慮するらしく、ラストサムライの監督を務めたエドワードズウィックは、撮影中に、 彼には助けられたというほど高く評している。ハリウッドへ進出してからは、トム・クルーズや、ジム・キャリー、マーク・ウォールバーグに、ジョニー・デップ、エド・ハリスに、ビゴ・モーテンセンなどといった早々たる俳優たちと共演し、引けを取らない堂々とした存在感で映画に貢献している。二千七年に出演したティム・バートン監督の、スイーニー・トッドフリートの悪魔のでは、 ミュージカルにも挑戦して悪役を演じ歌声も披露している。近年ではディズニー映画へも出演。2008年の魔法にかけられてではナサニエル役で出演したが冒頭のアニメーションに現れるナサニエルもスポールをモデルにしたデザインとなっている。2010年のアリス・イン・ワンダーランドには声優として出演。2014年ターナー、光に愛を求めてで 第67回カンヌ国際映画祭、男優賞、第80回ニューヨーク映画批評家協会賞、主演男優賞を受賞。1981年にシェインという女性と結婚して3人の子供がいる。息子のレイフ・スポールは俳優になった。ちなみに、スポールの兄弟であるマシューは、イギリスのゲームソフト会社、アイドスにおいて、スタジオディレクターを務めている。 1996年には急性骨髄性白血病と診断されたが、現在も国際的な俳優として精力的に活動を続けている。ありがとうございます。